AKB48 チームハルピョンこと橋本奈々です。こんばんは。今日東大王か、今日水曜日か。ほら忘れてた マッカンさん、クロケンさん、メリーさん、ハートありがとうございます。ありがとう。お疲れ様。疲れたね。もう画面の見すぎみたいなそう、画面の見すぎで疲れてる。目が突然私の個人プロフィール公開されてんだけど、なんで別にいいんだけど、世の中に出回ってる情報なんで別にそこら辺は。好きにしてください、好きに書いてください、別にいいですよ。こんばんは。待ってた、ありがとう。明日さ、配信いつすんだろう。うち、どっかのタイミングで朝だと思う。15分ぐらいしかできない気がする。ごめんね、許してね。
大事なご連絡。よくわかんないけどいいや。やば。わかりました。やばい、適当。お疲れ様です。やばい、既読の瞬間に LINE 送っちゃったから、これ見たかな、マネージャーさん。どうだろう、既読よかった、見てくれてて。バジュンさん、ケンちゃんさん、ハートありがとうございます。ドボンピョンズの合計ポイント、いやそれは私がこの7日間ぐらい永遠にやれたからです。こっからはきっとこの上がりが緩やかになっていってしまうので、この7日間が本当に私の中での勝負だった。いい感じ。
された。そう、貯める作戦、一旦できる時に貯める作戦。いや、私もやりたいですよ、そりゃ。やりたくないわけじゃないですけど、ありがたいことにお仕事があるので。できる時は一生回しますけどって感じ。ちょっと1枚も出せなかった。春菜一筋って書いてある人が日向のカード使ってんだけど、誰私じゃないかもね。まずハータンかもしんないし分かんない。ありがとうございます。この人のことをドボンしたいんだよな。あー無理かー。あーごめん。ごめん。本当ごめん。うわ上がってった。最悪。一番最悪パターン一番最悪パターン。コウキさんハートありがとうございます。なんかね、この何言おうとしたか忘れました。なんだっけ。まあいいややば、雑すぎやん。眠たいね。狙った。今のはドボン狙った。264持ってて。出すかなと思って待機してた。で、まあ8が一番出しやすいというかドボンしやすいじゃないですか。だから8来るかなと思って、いつもだったら6出すところを4を出してみたらドボンできました。頭脳戦。私にドロー2投げた罰としてドロー3をあげますあ、したら別の人にドボンされた。あ、悔しい。今日やっぱ全然ついてない。ずっと
ドモンされてる。日曜視力鬼低いんだけど日曜視力鬼低い人いたね。岡部凛ちゃんが卒業発表しましたがどう思いますか。まあ昨日もお話しさせていただいたんですけど、まあ、結局ねなんか配信早くあれ見ましょうみたいなすごいなんかそういう雰囲気になってあんま結局なんかさらっとしか話せなかったんですけど、うん、でも凛ちゃん自身が決めた道だしもう正直本当にたくさん8は凛ちゃんを凛ちゃんがすごいいろんな場面でまとめてくれたりとか、でももちろんその事務所に入ったりとかお外のなんだっけティンカーベルじゃないピーターパンの舞台とかをしてる分やっぱいない時もあったりとかしてて、そうだからなんか最近はそのなんて言うんだろう一緒に活動する機会がやっぱチームがなくなったりとかしてなくなっていってしまったんだけど、うん、でも本当にりんちゃんは人のことを人の自己肯定感とかを上げるのがすごいなんか上手で、なんか前に誕生日の時に連絡くれた時もすごいなんて言うんだろうすごい熱いメッセージというかなんかこれからのハロピョンが頑張れそうな熱めのメッセージをくれたりとかしてすごく優しくしてくれたお姉さんメンバーの一人でもありますし、卒業発表の仕方は本当にりんちゃんらしいなみたいな、なんか文字で自分の思ってることをしっかり伝えるっていうのって本当にすごいなと思ったし、りんちゃんが本当いろんななんていうのこうお外で本当にいろんなお仕事をしてるのがすごいなって本当に思ってて、私はなんかそれって本当にりんちゃん自身が素晴らしい人だからそうやってきっとお外のこうなんていうんですかスタッフさんから呼ばれたりとかするんだろうなって思うし、うん、なんか超前にチームエイトのことをすごいツアーとかですごい一緒に回ってくださったなんか美人カメラマンさんみたいな呼ばれてた方いるじゃないですか。あの方とめっちゃ前に話してたのはなんか人類がみんなりんちゃんみたいになればこの世の中平和なんだろうねみたいなそういう話をしてて、なんか本当にそれくらいなんて言うんだろう、なんか物事もすごい、まあ、りんちゃんの中ではねすごい深く考えてるんだとは思うんだけど、それを私たち幼いメンバーに伝えるのもすごく分かりやすく伝えてくれたりとか、そうなんかこうこうこうでこうだからって言って終わりなんじゃなくて、それをなんて言うんだろう
でもこうだよねみたいな、いやわかるみたいな、その共感してくれたりとかもするし、そう、絶対りんちゃんの中にもすごいいろんな葛藤はきっとね、そうやって私たちが見えてる部分が、そのなんて言うんだろう、こうなれに人間みんなこうなればいいのにって思うぐらいすごい人だからこそ、なんかきっとりんちゃんの中ではいろいろ考えたりとか悩んだりとかすることも絶対あったと思うのね。でもそれをね、私たちにはね本当に一切見せずに、なんか岡部凛っていうところを確立していったなっていうすごいメンバーでもあるし、私がまだ高校とこう高校学生だった時、高校とか大学生とかだった時にも、なんかりんちゃん自身はこういろいろなんて言うんだろう、考えたけどみたいな、ハルピョンならできるよっていうのをすごい言ってくれて、結局学生もね無事終われたし、あの時にりんちゃんがそうやって言ってくれたから終われたし、そうだから、うん、ほんとなんだろう、それを見せれた人っているのかなっていうのはすごい疑問ではあった、なんかこのりんちゃんの思いとかを。でも最近のりんちゃんのなんか投稿とか見てると、すごいゆいゆいと、すごいなんかめちゃめちゃ仲良ぴみたいな感じじゃないですか。そうだから、なんかなんていうの、良かったなというかこうなんかさ、りんちゃんがすごい大人すぎるからさ、だからこそ大人のことも分かるだろうし、こう年下メンバーのことも分かるだろうしっていうのはすごいあって、でもそれをこう見せれる人がいてよかったなって思いますね。ね、誕生日なんかゆいゆい、なんか大好きな親友とみたいな、ゆいゆいとみたいな、大切な人と一緒に過ごせましたみたいなインスタ上げてた、素敵な写真と、うん、本当にりんちゃんがすごい、なんて言うんだろう、こう一大人でいてくれたから私たちも、てか私自身もすごい、なんて言うんだろう、安心したし、一番やっぱ本当に一番なんか考え方とか、あと本当いいと、でね、すごいエイトくんいっぱい書いてくれたりとか、私が一番好きなキャラクターがエイトくんになるぐらい本当にりんちゃんには、生みの親には感謝してるので、もしねチームエイトが活動再開ってなった時には、ちょっとイラストだけ描いてもらいたいなってはい、あの絵は本当に誰にも真似できない素晴らしい才能すぎるので、絵だったり文章だったりもそうだし、文字とかもそうなので、その時は書いてもろてって感じなんですけど、もうほんと未だにやっぱ誕生日の時にくれたメッセージラインは結構グッとくるものがありましたね、私の中には。
あでも初期の時はすごいりんちゃんに物申したいんですけどまこれ今じゃなくてもいいか、なんか卒業動画とかあんのかな、その時でいいやその時に話します今は卒業おめでとうって気持ち、卒業おめでとうっていうか卒業発表お疲れ様っていう気持ち、もちろん寂しいし寂しい気持ちはあるんだけど、今は物申さず卒業発表お疲れ様っていう気持ちでいっぱいでございます。どうしよう、りんちゃんの時あるよね、エイトの動画みたいなやつ、ないわけないよね、あるよねさすがに会ってくれ頼むって感じ物申させてくれ頼む、うん、最初はすごい羨ましかったです、いろんな才能、ダンスもなんかダンスのせなんかスクールみたいなのや、なんかどうのこうのわかんない、ちょっとすごいめっちゃ初期に聞いた話だからよくわかんないんだけど、なんかそういうのもやったりとか、あとはなんか声もすごく可愛かったりとか、そうで絵も描けるでしょ、ですごい考え方も大人でしょ、だからすごいなんだろう、羨ましいなっていう部分が本当に大きくて、そうなんか例えば何かがあった時に最後の最後にりんちゃんに任せたら大丈夫みたいなところはまあすごい多分大きな重荷だったかもしれないんだけど、あってそれはすごい。でも関東メンバーがよく言ってたのはなんかりんちゃんは昔はこんな子じゃなかったみたいな、こんなしっかりした子じゃなかったみたいな言ってて関東メンバーってほんとゆいゆいもひーちゃんもだけどすごく、まあ私たちチューブもやんちゃ人間だったんですけど、でもほんとそこ二大巨頭ぐらいのすごいいたずら大好きっ子ちゃんたちがいて、ホワホワしてるお姉さんメンバーがいたからこそこうりんちゃんが多分しっかりしなきゃって思ったんだと思うんですよね。そうだからそれをほんとりんちゃんってなんか大人、最初から大人だったみたいな感じ、なんか変わってないすごい大人だよねみたいな感じで多分みんな思うかもしれないけど実はそのりんちゃんは最初からそんなゴリゴリにしっかりしたっていう感じじゃなくて、なんか最初はふわふわしてたらしいです。そうそう、でも今はもうすごいしっかりした大人メンバーって感じじゃないですか。そうじゃないっぽい実際実際そうじゃない、でもそれはそれでいいよね、なんか、うん、オートの人にドボンされた、うん、っていう話を昨日本当はしようと思ったんだけど8時になったか、8時だよ TVer 見てみたいななってたから結局できなかった。でもできてよかった今。バレさんハートありがとうございます。なんか今日やっぱめっちゃ目かゆい、
明日お薬持ってこう、アレルギー抑える抗アレルギー薬。うん、目も鼻も今日ダメで、アレルギーないんですよ、うちおかしい、おかしい、それはおかしいじゃないか本当に。嬉しい、ヒカパラダイス、ヒカルンのファンの方だ。よくヒカルンから聞いてた、ヒカルンと配信とかしてた時によく名前見てた字、この人。嬉しい、ハルピョンのカードで頑張ってくれてる。眠たい、ダメ、寝ちゃダメ。配信終わってもやらなきゃいけない、ドボン終わってもやらなきゃいけない、いろんなことが待っている。あー、うわうわ、ねえカード出させてよ、ハーピョンに何でもいいから、なんでもいいから出させてよパスばっかり、パスとリバースばっかりなんですけど、悲しいよ出したいよ、出させてよパスばっかりやっていけねえよやっていけねえよ、普段どれくらいの音でドボンしてるかっていうと、これくらい、寝ちゃうからそう、耳悪くなるよとかって言われて、これぐらいでいつもやってます。寝ちゃうの。でも3分の1ぐらいだよ、音量3分の1プラス1ぐらい寝ちゃうんだもん、眠くて寝ないようにしてるの。そう、爆音すぎて起きる決めた方がってめっちゃよく言われる、それで起きる そろそろ決めた方がそれでよく起きます。やばいやばい、起きなきゃってなる。なんかガイドしてくれない時とかあるじゃないですか、なんでと思うんですけど、そう、その時の、それで起きます。ガイドオフできる、違う、ガイドオフにしたいわけじゃない、ガイドオンがいいの。なのに喋ってくれない時があるの、なんでみたいな
そう、あれ怒りたい、え、ガイドオンって言ってるやんみたいな。どのくらい差をつければあとはピョンズに任せたと言ってもらえるのか。いや絶対言わないんだけど、うち、いや違う、信じてないわけじゃないんですけど、最終日までマジで何やるか分かんないから、ちょっと一生任せたって言えないわ。うん、最終日にもう絶対追いつけないよ、この点差っていう点差だったらって感じだけど、そう、それはないから。それは絶対にないから。目の中に何か入ってる感じ。私も任せたいよ。任せたって、もう全部投げ出したいよ。でもそんなわけにはいかない。そんなわけにはいかないんだ。そんで13ばっかりだな、この手札。勝てなさそうな手札。こんばんは。明日は朝配信で、明後日は夜できんのかな。ちょっとわかんない。感じかな。サルピオの目標順位はありますか？だってメールとかお話し会とかで言ったりとかしてるので、まあ、メール取ったりしてください。ぜひ。朝は何時？え、マジでわかんない。何時って明確には言えない。8時半までには終わってます。8時半までには絶対に終わってる。お、どうしたの。明日夜は絶対に配信できないです。で、多分合間合間にはドボンできそうなんですよね。だから、まあ、もしかしたら、そのだから明日、そう、はい。はい。投げやり。合間合間にはドボンする予定です。なんで初手八？明日はでもめっちゃ早く出して。明日は楽しみ。そうだからバイバイが起こると思う。結構長く。
スタバって何時からやってます？場所によるか。でもそんな朝早くから激甘フラペチーノ飲みたいとは思わないな。スタバって何時からやってますかね。でも朝早いよね、スタバって。早いイメージ。でもゆいゆいとかいつもスタバ持ってレッスン来てるからそうだからきっとあるさ、朝早くからやってるスタバ。あー残念、集合時間後でした。この時間は残念、いけません。でもゆいゆいが飲んでるのは多分フラペチーノとかじゃないから、きっとそういうのめっちゃ気にしてそうちゃんとしてそうゆいゆい。あやばい、あつらたん、つらたんだからドロスリー投げとこう相手に。つらたんもう勝てそうにないから8出そう。あースキップ、つらたん。お勝てるかも。どうだ。よし、上がってるぞ。どうだ。まだ油断はできない。頑張れ、橋本。いけ。は、またドロースリー来た。最悪。まさ今言う推し。ね、ドロー2ね、もう嫌なんだけど、もう8出そう、8出しまくろ8出しまくろ。全然8のやつやってないけど、あうちの敵取ってくれてる。とりあえず8出しとこう。最悪だ。対戦長い。あ、誰が色変えていいって言った。でこの人のところにドローしか回ってきてないんだけど、ない？このアツシって人。晒していくスタイル。ずっとドロー投げてるこの人。逆に尊敬。一生ドロー投げてた。あとクリーム寝違えたの痛い。まだ痛い。君たちがこんにちはハルピョン出すから、私はドレミズミンのスタンプ出すよ。またドローばっか来た。やめて、やめて、そうやって。
上がるんかーい。ドロスリー投げてあげればよかった。上がるんかーい。ハートがなくなりました。 CM 見よう。 CM をいっぱい見よう。眠たいマン。上がるのは私たち。ドロースリーチャンス。今がドボンの時。ドボン。おめでとう。勝負に出よう。対戦相手 AKB48 橋本春奈。手加減は無用だよ。始めよっか。上がるのは私たち。眠たいもん。でも寝ちゃダメなの。ドボンをするんだ。私はドボンをするんだ。リバース持ってるなら言ってよ。リバースされてからドローしたいよ。もうそれだったら、それしたら負けちゃうよ。え、スペード持ってないのに最後の1枚スペードにしたの？謎すぎる。よし、みんなでスペード出しまくろうぜ。いけいけ、スペード光線だぜ。もうでもハルピョンスペードない。クラブにして。ありがとう。あ、やばい、ドロー2が私のところに2枚回ってくる。やめて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 。こうやって言ってないと寝ちゃうの。うるさくしてないと寝ちゃうの。ごめん。ダバーン。喋ってないと寝ちゃうの。ドボンライブの会場が気になって気になって。KT ゼップ横浜みたいなみんな言ってなかった？なんかチーム B コンサートした時の場所だよってみんなが教えてくれたよ。もう出てるらしいよ。うん、私もファンの皆さんから聞きました。 B がコンサートやったとこだねって。そうなのって。 AKB48 橋本春奈。手加減は無用だよ。始めよっか。ケティゼップ横浜。上がるのは私たち。もう出てるよ。わかんない。 KT ゼップ横浜がどんな場所かわかんないから気になってんのかもしんない。ってかさ、ゼップってことは立ちってこと？早く出して。怒り。立ちってことだよね多分。2階席とかは座るけど。12月21外れたので、その分。外れるとこあんの？そうなんだ。ダイヤ早すぎ。なんか早すぎ展開。展開早すぎてんのにうち1枚も出せない。何？なんか3人で終わってったんだけど最後。つまんなかった。最後でもピョンズが勝ったからいいや。もうなんでもいい。もうなんでもいい。勝負対戦相手を探し中。 AKB48 橋本春奈。ゆきり
ンさんの卒コン大外れな。いやそりゃそうそりゃそう、絶対いっぱい外れてそう。次の部屋空いてるから次。え、なんか初手ドロー増えたんだけど、私に対する。無理、やる気ないよね初手ドローされたら。最近増えた。で最悪だし、もうこの試合やる気ないうち。もう8のカードをあげようとしてる。え、いらない、いらない、え、8いらない、うち8いらない。私のとこに出場権っていうさ、なんかフラッグみたいな立ってないんだよね。そう、8のやつのところ、そりゃそうなんだけど、それが正解なんだけど。別の本で出れるから。でもなんかそれ知らないさ、最近ドボン始めましたピーポーさんはさ、きっとさ、え？みたいな、ハルピオン出場権ないやんわらみたいな思ってそう。あ、間違えた、スペード出すべきだった、今ミスった、マジでミスった。とりあえずごめんドロー2。中心さん、マルガンさん、ハートありがとうございます。あー、ごいていちゃだよー。早く一押しガチャ来ないかな一押しガチャ引きたい、カードの特攻をあげたい。あ、待って、今日みずみん札幌大学行ってたんだって。いい感じ、残念、次次次行こう、アイテムいただき。インスタで言ってる、なんか札幌、あの SOS47 の活動、私も一応 SOS47 なんですけど何も活動してないあれ、何も活動してない一応それなんだけどな、うち。SOS47 でもなんかどこもやってないよね、多分北海道と東京ぐらいじゃない、やってんの。
イズミンとニオンさんとかしかやってるイメージない、うん、埼玉、茨城、みんなよく知ってるね。十年桜のオーディション見てました。やめてやめてよ、はずい。あれパパにめっちゃ怒られた。なんかオーディションはみたいな、いや、なんかオーディションはなんかこうやっぱ人と違うことをするのも大事かもしれないけど、今回のこういうオーディションはなんか表情とかをめっちゃ見てたのに、なんかなんでメガネしてオーディション受けたのってめっちゃ怒られました。私は人と違うことなんていうの、こう目立たなきゃと思って、そうただのみんなと一緒になっちゃダメだと思ってたら怒られた。結果受かった、え、結果落ちてますよ、うち結果落ちてますよ、私あの日。はい、落ちました。怒られたっていうか、なんかすごいそう言われた。怒ってるわけじゃないと思うけど、なんかなんでしたのみたいなもういや、いいじゃんと思って。しかも結構経ってから言われた、もう時効でしょみたいな時に言われた。いや、よくないみたいな思いました。多分うちのパパとママはああだこうだ言うのが好きなんですよ。でも私はああだこうだ言われるのが嫌いなんですよ。だからぶつかっちゃうのそう、だから私はもうめんどくさってなっちゃうんですよね。そう、まあ、分かります。いや、親だったら分かんのかも。でもみんなが誰かの親だったらああだこうだ言ってない、子供に。子供はね、いや、わかんない、みんなの子供は知らないけど、私はいいよっていいよって思ってます。でもそういう意見もない、やめて、親みたいなこと言うの親みたいなこと言うのやめて、もう聞きたくない。ふんぴょんもママになればあーだこうだになる。だってママになったことないからわかんないし次ママになったことなんてないからわかんないし、いや、親の意見で役に立ったことはありますよ、もちろん。なくはないよ。エイトのオーディションか受けるときだって、効果歌えばって言ったのは親だし。そう。でもその時の理由も、あんたは歌が下手だから効果歌いなさいって。そう。効果だったら音程がどれだけずれててもバレないからって言われました。これがイライラさせるんだよと思いながら
今になってね、今になって思います。それがイライラさせるんだよ橋本春奈を。そう。まあ結局、まあ別に校歌歌ったから受かったわけではないかもしれないんですけど、でもまあ一個目立つ材料にはなりましたよね。そろそろお嫁さんに行ったら待って、いいの？でも意外とまだ23なんだけど、うちもうそういう年。初めて言われた、そろそろお嫁さんに行ったら。初めて言われたんだけど、めっちゃおもろいね。初めて言われました。勝負対戦相手を AKB48 橋本春奈、手加減は無用だよ、始めよっか。まだ指輪買ってないからもうちょっと待ってってきた。めっちゃおもろいね。なんで、なんかぴょん、は？私のカード使ってんのにショートエドローはちょっと意味わかんない。おこ、意味わかんない。しかもリバースばっかりだし何も出せない。もうドレス姿が見たい。卒業ドレスの姿？ウェディングドレスの姿？わかんない、白むくかもしんないじゃん、うち。わかんないじゃないですか。スキップされるし、ドローツー投げてやれ。勝者は勝つんです。どんだけ意地悪されても、ドローをどんだけ出されても、リバースされても、勝者は勝つんです。違うか。違うか、なんか勝者は勝ってる人か。勝者は勝った人だ。スキップしてみる？かわいいですね。ぜひあなたの握手会に行きたいのですが、もう受付終わりましたよね。いえ、まだなんです。こちら今バナーから飛べますが、飛べるのかな。なんか残りわずかみたいなのがいっぱいあった。あ、ほら、またママからなんかぐちぐち文句来てる。無視もし、なんか残りわずかまで残りわずかが増えてます。でも何？残りわずかまで残りわずかって
とは思うんですけど。スタッフさんからの LINE 行きますね。残りわずかまで、残りわずかが12月9日の第2部、12月9日の第4部と12月10日の第2部で、12月24の7部で、1月13の4部です。ただ私のおすすめは、その前回と同じところにする。だから12月9日の4部と12月10日の2部が今おすすめ。一番だってもう買えなくなっちゃうんでしょ、この2日間。明日の昼で買えなくなるらしい。だから今夜のうちに、もし初めて行くんですみたいな方とか、お待ちしてます。12月10日の第、間違えた、12月9日の第4部と12月10日の第2部。オンラインサイン書き、今でもサイン書きはまだ当たるよね。なんか売り切れないと10枚全部にならなくって、そう今売り切れてないから全然まだ当たる可能性はあります。皆さんサイン、ぜひとも。ということで、じゃああとこれプラス1回、次の1回対戦したらランキング読みます。なんかね、ふとね、おすすめにね、あのね、あれが出てきた、ノブロック TV さんが出てきて、そう私のやつ、なんか久しぶりに見たら65万回再生になってて、ありがとうってみんな思ったんですけど、コメント欄がすごい程よく優しくて、なんか橋本さん頑張ってたみたいなそうだからあれ見ます。また AKB48 柴田春菜、手加減は無用だよ、始めよっか。なんか頑張ってんなと思ってますね。あれを今日見たんですよ、 1個丸々、なんか頑張ってたなってそう、途中から橋本さんがやりきれるかになってましたね。いやいや、あなたですよと思ってやらせたのはあなたですよ佐久間さんと思いながらいやでも嬉しかった。なんかこうコメントとか読んでると、橋本さんが頑張ってたとか本来この子は AKB でもこういう立ち位置とか言われてたねえ、やめてよ、私が上がるんだから
私が上がるんだからやめてよ。びっくりした、全然違う人が上がりそうになってたじゃん、やめてよ。待って、普通にドボンしてた、あと1回とか言ったらとか、なんかこのコメントじゃない、なんだっけ、あ、そのコメント欄になんかドッキリをした方が安心するドッキリみたいなそう、ドッキリをした方が安心するドッキリ、いやマジでそうだった。私が一番ホッとしてたあの瞬間。ということでランキング読みます。きます。1位、鉄道のエイト@E8 の日、寝起き対戦ありがとう。ぜひまた対戦しましょう。2位、サプライズレバーさんありがとう。3位、スーさんありがとう。4位、くじのだいごさんありがとう。5位、てつやとはるぴょん大好きさんありがとう。6位、トラックヤロアットゴリさんありがとう。7位、コーキーやと言いたいことがあるんだよ、やっぱりバースト良くないよ、それな、マジでバーストばっかり最悪。8位、ノースリーブ、あ違う、ネバーストッパーとノースリーブスノールナイト、おもろ、いやだってあの3人だよ、おもろないわけないやん。9位、イバジュンさんありがとう。10位ベベボンさんありがとう。11位コロポックルさんありがとう。12位ツッチーさんありがとう。13位カズさんありがとう。カズさんめっちゃドボンの対策みたいなめっちゃツイッターに載せてくれてる、みんなぜひハルピョンファン見てください、すごい。ということで皆さんありがとうございました。また明日は朝目配信、朝目ってか朝、朝目じゃない、朝朝配信なので皆さんぜひ見に来て、まあ、ください。そして明日はちょっと本当に丸一日ドボンが本当合間時間しかできないと思うんですけど、あ待って、ハート2個しかかけてない、ミスった、なんですけどよろしくお願いします。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7136盛り上がりの皆様にきっと期待がお届けしちゃー、富山県出身春ぴょんこと橋本春奈でした。それではありがとう、インスタさっき投稿したからみんな見てね。じゃあおやすみ、バイバイ。おやすみ、お休まないでほしいけど、みんな CM を1時間に1回見なきゃいけないのは大変だけど、私も24時までドボン頑張るから頑張ろうね、一緒に。バイバイ。